アイドルグループ、乃木坂46の久保しおり21が、ファースト魔獣交差点、集営写を11日に発売する。地元東北、東京で1年以上にかけて、ロケを行い、20から21歳にかけ、の久保しおりドキュメントとも言える写真となった。大河ドラマ、どうする家康にご特約、出演したことでも、話題を集める中、インタ、U では、 大河出演が決定した、際の思いや、後の父、小田信長役の岡田純一とのエピソードも語ってもらった。ファースト写真集、交差点インタビュー、中編、大河ドラマオファーに、まさか放送には、話、怖さと、楽しみな気持ち、念願だったというファースト、魔獣、交差点はどんな写真集になっているん、しょうか。久保、ずっと応援してきてください。 方に喜んでもらえるようにっていうのはも論なんですけど、あともう一つ、やっぱり東北、良さが存分に伝わったらいいなと思っているので、どちらも叶った写真集になっている、じゃないかと思います。タイトルである交差にはどんな意味が込められているんでしょうか。久保、今に至るまで、いろんな人生の交差を通ってきて、 その度に道を選んでこの場にたどり着いたなという思いがまずあって、海事文にとってルーツである東北で撮影すということもあり、写真集では自分が通ってた人生の交差点が映し出されているんじゃいかなという意味を込めています。最近の Q3 の大きな交差点といえば、大河ドラマへ出演があると思うのですが、オファーを受けたはどんな思いがありましたか久保、まさかと、いました。 すごくやりたかったことだけども、直びっくりでした。オファーをいただきつつ、実際にお芝居を見てもらうオーディション、大イなことがあったんですが、いつもだった、すごく緊張するのが、今回に関してはうまく、ろうと思わず、思ったままやろうと思って、そう、まま勝負に出てみたんです。そしたら、役をい、だけて。だから、すごくすごく嬉しかったで。放送されているのを実際に見ていかがです。 久保、やっぱり毎週緊張しますね。ご徳というものがすごく難しくて、視聴者の皆さんによ、見え方が180度変わる人物だとも思っているの、どう受け取っていただけているんだろうと、さっと楽しみな気持ちがどちらもあります。父、役の岡田純一さんとの対面はいかがでした。久保、初めてご挨拶した時に、すごく優しい、知っていただいて、 現場でもたくさん話しかけくださいました。めちゃめちゃ緊張しました。と、楽しみながらも落ち着いてできました。現でもお父さんのよう久保、本当に、お父さんに、いでした。アイドルとして、これからどうして、くのかとか、少し深いお話もさせていただい、りとか、いろんな話を現場でしてくださいま、た、久保さんは、大河ドラマだけでなく、アンのパー、ナリティや、 バラエティ番組など様々な活躍をされていますが、アイドル活動以外、お仕事はどんな意識で望まれているのでし、うか、くぼ、アイドルっていろんなことを経験、せていただけるので、それぞれの現場で大事、ことを持ち帰るようにはしています。企用品、ってよく言われるんですけど、かっこ洗い、どんな推し、も、全力で100、100%でやりたいんです。あくまでも私は、キサカ46のメンバーであって、 大河ドラマやラジ、やいろんなお仕事が少しでもグループの他になるのであれば、何でも頑張れちゃいま。ファースト写真集、交差点地元東北と今の生活拠点の東で、1年以上に及ぶ撮影を通して捉えた、今まで見たことのない元の表情が満載。撮影は、雪の形からスタートし、今春に東京の桜で締めめめくった、雪にはしゃぐ無邪気な姿から、 温泉街で色気漂う表情、部屋でのリラックスした元の、まや仕事の現場での顔まで、20から21歳にかけての、旧、しおりドキュメントとなっている。久保文み久保しおりプロフィール、2001年7月14日生まれ、宮、県出身、身長161センチ、血液型、大型、2016年9月、乃木坂46の、 三期、オーディションに合格。2017年から、雑誌、セブンティーンでは専属、デルとして活躍。2022年2月より、乃木坂46のオールナと日本でパーソナリティを務める。2022年3月、ウリの3セカンドシングル、人は夢を二度見るでは、山下美と共に W センターを務め、NHK 大河ドラマ、どうす、家康にも出演。